マイステージマイステージ、あの自分のできる限りの演奏っていうのと、本当に常に自分を支えてくれてる両親だったり、本当にあとは特に先生だったり友人だったりっていう方に恩返しのつもりでいつもステージに出させていただいているので、それはあの、まあ、今回決勝に進出させていただけるということで、あのそういう報告をあの皆様にできることをとても嬉しく思っています。特にというのはないんですけれども、やっぱりなんていうかリストだったりすると、あのリスト晩年なんかはあの修造の方にっていうあれなので、人間その音楽で人間とは何かというような追求しているような追求している音楽っていうのがやっぱり僕の中にはとても好きで、バルトークもそうだと思いますし、そういうのをこう表現されたっていうか表現に挑戦していけるっていうのがすごく喜びです。いただいた時間を本当に願っているんでしょうね。あの自分の演奏が50分でなくなるような、まあ、もっと充実した50分にできるように頑張っていきたいと思います。